海 -8 クルセーダーホーネット艦上で展示される海イイ -8K ミッドウェーで発艦準備をする2機の F-8 海イイ -8 はアメリカ合衆国の航空機メーカーチャンスボート社が開発しアメリカ海軍とアメリカ海兵隊を中心にフランス海軍とフィリピン空軍で使用された艦上戦闘機である。愛称はクルセーダー。開発当初の機種名は 海 8U であるが、1962年の機種名整理で命名規則が変更されたため、海マイナス8となった。開発は1952年にアメリカ海軍が超音速星空戦闘機を要求したことから始まった。この要求に応じたチャンスボート社は数々の新機軸を盛り込んだ機体を開発した。試作初号機、 XF8U-1 は1955年3月25日初飛行、及び超音速飛行に成功し高性能を示したため、海軍に採用されることとなった。直ちに量産が開始され、生産型海 8U-1 は1955年9月に初飛行している。艦上機としては、世界初の超音速戦闘機である。海 -8 は、 当時の陸上機をもしのぐ高性能を誇り、また信頼性が高く扱いやすかった。例えば同じエンジンを搭載する空軍の回マイナス100戦闘機が最高速度マッハ1.3だったのに、対し本機はマッハ1.7に達した。これはエアインテークの上から前方に突き出した機種コーンが偶然にもショックコーンの役目を果たし、エンジンの性能を最大限に引き出したことによる。 B 型以降は、騎士コーンはレーダーを搭載した、レーダードームとなりを大型化しているが、測らずもショックコーンとしての能力も向上している。特徴としては視界に優れていることが挙げられる。コックピットは視界を確保するため胴体の先端に配置された。エアインテークも騎士仮面にあり、視界を妨げないようにしている。公翼配置の主翼は、ドックトゥースが付いた折りたたみ式であり、 前縁に、前縁スラットと、後縁内側にフラペロンを装備している。また、離着艦の際の機種上げ稼働を抑えるため、主翼の前桁に取り付けられた油圧アクチュエータと、後桁のピボットにより、油圧で上下に動かすことで主翼の向かい角を変える、唯一のシステムを持ち、運用時の低速での安定性を大幅に向上させた。これは、視界不良に悩まされた。 チャンスボート社の前作会 7U カットラスの反省があったためだが、むしろ過剰装備だったと評されることもある。なお、後に本機を母体に開発された、アオン速艦上攻撃機 A-7 コルセア2では、主翼ハードポイント追加のため可変迎え核装置は、省かれている。1957年から、部隊配備が開始され1965年までに、 各形式合わせて1259機が生産された。後にアメリカ海軍の空母機動部隊の運用方針が変化し、関西戦闘機にも多用途性が求められるようになった。ジェット戦闘機の実用開口のアメリカ海軍は、ジェット戦闘機を純戦闘機として、レシプロ戦闘機を戦闘爆撃機として運用しており、 チャンスボート社は1950年代まで、海 4U 戦闘機の生産を続行していたのだが、さすがに、レシプロ機は、性能的に限界に達し、ジェット戦闘機に戦闘爆撃機としての能力が、要求されるようになったのである。この数勢の中、同時期に採用された、海11回タイガーは、この要求に対応できずに、短命に、終わってしまったのとは、 対照的に、海マイナス8は一定の汎用性も兼ね備えていた、ため大量に生産された。また利着艦能力に優れていたことにより、正規空母保有国とはいえ、アメリカ軍に比べて、小型の空母しか保有しない、フランス海軍においても採用され、電子機器を更新しながらも長きにわたって、現役を務めた。カリフォルニア州サンタローザのパシフィックコースと、 航空博物館で屋外展示されている海マイナス8。アクチュエータで主翼をわずかに上げている点に注目部隊、配備は1958年3月から開始された。その後、海マイナス8はベトナム戦争に投入された。アメリカ海軍は他に最新の海マイナス4ファントム2を投入していたが、ミサイル万能論の影響で航空機関砲を搭載せず、 空対空ミサイルのみに頼り、爆撃能力を重視し機動性を、ある程度犠牲にしていた。こうした中、軽快な運動性と4丁の 20mm 機関砲を搭載していた海マイナス8は、最後のガンファイターと呼ばれ、多数のミグマイナス17等の敵機を撃墜し、一時期は海マイナス4の撃墜数を上回ったこともあった。そのことから、ミグマスターとも呼ばれた。 ただし、機銃のみによる撃墜はなかった、2機を、ミサイル、ロケット弾との併用で撃墜。なお、海マイナス8に搭載されたコルトマーク12は、信頼性に乏しかったともされる。ベトナム戦争全体を通し、アメリカ空海軍海兵隊機種で、最高のキルレシオを、8、1を持つ。また、撃墜数は、海マイナス4の半分であったものの、 作戦及び空中戦への延べ参加機数ははるかに少なかったことを勘案すると大変効果的に敵戦闘機を抑えたと見ることができる。ただし本機が海マイナス4と共に1960年代のアメリカ海軍の主力たりへとのは本機が第二次世界大戦当時から回収され使い続けられているエセックス級航空母艦で運用可能な最高性能の戦闘機だからであった。 もし仮に、ベトナム戦争が起こらず、SX 級が計画通りに早々に退役していた場合は、海マイナス8も同時に退役を余儀なくされていただろう。ベトナム戦争の終結後、SX 級空母の退役により戦闘機型の海マイナス8は1976年までに現役を、退いたが、偵察型の RF-8G については、RA-5C の退役海マイナス14。 偵察兼務型の配備までのつなぎ役としてその後も長期間配備されアメリカ海軍から最後の機体が退役したのは1987年であった。最後まで海マイナス8を第一線に配備し使用していたフランス海軍のクレマンソー級航空母艦に搭載されていた機体も1997年のクレマンソー退役2000年のホッシュ退役に伴い退役した。 他国ではフィリピン空軍がアメリカ海軍からの退役機体を修繕して用いていた。防空任務のほかに、飛銃、通常爆弾、ロケット弾による対地攻撃にも従事していた。しかし、エルサ革命の混乱に伴う金融措置やスペアパーツ不足、資金不足がたたって稼働率は次第に低下。1991年のピナトゥボヤマ噴火により、 ダメージを受けたのを機に廃棄された。これ以降、フィリピン空軍は超音速戦闘機が。1964年4月5日、カデナ飛行場から厚木基地へ向かっていた同期が、東京都町田市中心部に墜落、炎上。死者4名。海 8A 機種部分は、先端部のわずかな部分のみが黒色レドームとなっている。 RF-8A 前足収納スペースの前面の出っ張りは全、下方向の撮影カメラ。空母、インディペンデンス艦上の TF-8A エンジンノズル上部の膨らみに、ドラッグシュートが収納されている回 -8B 機種部分は、風防や空気取り入れ口の間近までが、レドームとなった回 -8C 以降武体下面のベントラルフィント、 エンジンノズル上部両面の冷却用空気、取り入れ口は、以後の F-8 の特徴となる回 -8、D 風防前面付け根から突き出ているのが、アン、オス -15 赤外線シーカー。このほか、機体側面に、Y 字型パイロンを装備している。海兵隊の回 -8 イシュー翼カハードポイントに、マルチプルエジェクターラックを介して、爆弾を搭載している。 回マイナス8 e 二段式となった全円フラップの形状がよくわかる RF-8G 交部動体仮面のベントラルフィンとエンジンノズル上部両面のアフターバーナー冷却用空気取り入れ口が RF-8A との相違点フィリピン空軍の回マイナス 8H 空母ハンコック艦上の回マイナス 8J フランス海軍の回マイナス 8E と同型の二段式全円フラップが よくわかる。回マイナス 8SCW 回マイナス 8DFBW。ありがとうございます。